ヒメセミエビはセミエビかヒメセミエビ属スキレーラスに分類されるエビの総称。熱帯、亜熱帯域の旋回に生息する低性のエビ類で多くの種類がある。日本沿岸には九種が分布し、その中の一種キーレルクトゥスカルトリファーにヒメセミエビの和名が当てられる。体長はどの種類も数十センチメートルほどで、セミエビ科としては小型だが、 他のセミエビ科のエビ類と同様に体が扁平で、厚い甲に覆われる。セミエビに似るが体が小さいためにこの和名があるが、大きさからすると、こちらの方がセミに近い。体の両縁にはセミエビ同様にトゲがないが、第二触角には、ノコギリ状の歯がある点でセミエビと区別する。種類によって、体の突起や、第二触角の挙手の数、不足の不完全なハサミなどの差異がある。 全世界の熱帯、亜熱帯域に分布し、旋回の岩礁やサンゴ礁に生息する。昼は岩やサンゴの影に潜み、夜に海底を歩行し活動する。日本では本州中部以南に分布する。伊勢エビ用の刺し網など沿岸漁業で混獲されるが、小型で漁獲量も少なく、一般には食用とはしない。かつて、ヒメセミエビアカ、シラリニーは、 ヒメセミエビ属スキレラスのみからなる、ヒトイ型赤だった。だが、2002年に、ヒメセミエビ属は大規模な再編を受け、多くの種が別属へ分割された。ガーテックの資料では現在でもスキレラス属を、ヒメセミエビ属としているが、実際には、ヒメセミエビはこの属に属していない。以下に、ヒメセミエビ赤の分類を示す。原生種として13属52種が属する。 和名は関口などによる。原田英二は日本沿岸で新種2種を含む7種の分布を確認した。20世紀末の時点では9種、2009年には11種の生息が確認されている。次のような系統順が得られている。ありがとうございます。